のランチは中華ブッフェいただきます。プアルちゃんも一緒に、サラダもちゃんと。今日はお昼にね、ホテルの中華ブッフェに行ってきました。梅さんどうでした？食べ過ぎました二人ともめちゃくちゃ食った。お腹空いてたかね。お腹いっぱい。お腹いっぱい。美味しかったね。ヤムチャであんなにいっぱいお腹いっぱい食べれるのは最高やで。確かに恩納村にあるね、カフーリゾートホテルの敷地内っていうか、なんかそうだよね多分ね、にあるアクアセンスっていうホテルのボンファイアっていうレストランで今日は食事をしてきました。なんか無性に中華が食べたくなって、ということで今日は、タムロンさんの1750ミリでちょっと一通りね撮ってみたいと思っております。なんだかんだね、ちゃんとまだねなんか Vlog 的に、運用できてないので、まあ、今のところはね、やっぱり少しだけね重みはありますけどでもできんこともないという感じですかね、はい。ちなみにさっきのレストランで撮ってた様子は RX100M7 で撮っておりました。ホテル内になんかこのカメラを持っていくのがちょっといかつすぎてね、はい、遠慮しました。今日の戦利品、100円ショップ巡りをちょっとしたんですけど、久しぶりになんかテンション上がって買ったやつがこれ。1個の蛇口から2つのホースにつなげられる分岐蛇口ジョイントってやつ、300円でしたけど、これが100均から出てるのがすごくない？クオリティ、まあ使ってみないと分かんないけど、ちなみにこれはダイソーさん、まあ、今日お見せするのはダイソーさんとキャンドゥかな、こういうやつ。ここにオールオフって書いてあって、こうするとサイドオンだから、こうサイドで、こっちがダウンオンなので、最後オールオンがある、どっちも同時にいけるっていう。で、普通に蛇口にネジで止めるタイプのやつ、これはたまたまホームセンターでこのパッキンがね今弱くなってて、弱くなってるか切れて落ちてて水漏れするから、パッキン買いに行こうと思ったらパッキン買って帰るの忘れたね。で、100均行ってパッキンあるかなと思って見てたら、これを見つけてパッキンを買えるよりこっち買った方がまあいいかなっていうことで、まあ、なんでそうなったかっていうと、今ね一つの蛇口を二つのホースで共有してるんですよ。だから一個のホースを挿してる時はもう一個のホースはまあ抜かれてて、こっちを使いたい時は今度こっちを抜いてこっちを入れる、これをしょっちゅうこう繰り返してる状態だからすごい不便で、多分それでパッキンもすぐ弱くなるってことで、これだったらどっちもつけっぱなしでいけるからっていうのでこれで、もう一個がこれがダイソーさんの磁石チューブ絞りってやつ。ずっとねあった悩みをちょっと解決してくれそうと思ってね期待して、これもちょっとテンション上がってね買ったものになりますが、こういう後ろがマグネットで、こっちが開くの、こうやってでクリップみたいに止めれるんですけど、自分が使ってる歯磨き粉長いから、こう絞っていくうちにどんどんねバランスがこう置けなくなってきて、こうとかねなったりするので、よく横になってるから洗面台のところですごい幅を取る。でそれをちょっと解決したくて、まあ、自立させるか浮かせる収納みたいなのにしたかったんですよね。でそれでこれをこっちに挟むと、はい、これでもうマグネット式のチューブ、なんかすっごいこっちに寄ったけど、まあ、自分で好きな位置を決めて止めるだけのもので、一応チューブ絞りってなってるからなんか絞れるらしいんだけど、そこはそんなに期待してないんだけど、あ、これ方向がある、こっちを上にしてって書いてる、短めのところを下、長めのスペース上で、こうだわ、あ、すごくない？見て、あ、結構ちゃんと絞れてるやんこれ全然期待しなかったけど、この機能はすごいじゃん。あー、なんか意外と隙間ないんだな、これめちゃくちゃいいじゃん、ぺったんこよこんな。ということでこれを、まあ、プラスチックの面があるところなんですけど、後でお見せしますが、これをくっつけたいと。でもプラスチックにはくっつかないからって買ったのがもう一個、これはキャンドゥさんで、一応ダイソーさんにも同じようなものがあるんだけど、キャンドゥさんのにしたのは粘着のね耐荷重表記がキャンドゥさんのあった 500g、このチューブ絞りも
一応 250g で、セリアさんにもこれの3分の2ぐらいの大きさのがあって、それがコンパクトでいいなと思ったけど、耐荷重が 150g だったので、自分が使ってるこの歯磨き粉が 176g で、耐荷重より重いから、まあ、これをつけた時にこう滑ってこう落ちるの嫌じゃん、重さで、重力で。だから、まあ、余裕がある250g の絞り器と 500g だったら、まあ、余裕あるかなと思ってこれにしました。でこれね、ステンレス製でプラスチックとかに貼ればいいよってやつなんですけど、後ろにこうやってもう粘着テープついてて、まあ、両面テープみたいな、これを、まあ、ただ剥がして磁石をくっつけたい場所にくっつけたら、これがこうやって貼っつけられるようになるよっていうやつで、今つけててわかるけど大丈夫だね、うん、全然落ちないね。つけに行きましょうか。これが私の、まあ、これをいつも置いている場所、こうやって置いてるんだけど、まあ、バランスがよく崩れてこうなってるんですよね。でこれを解決するためにここにこれを貼って、でこいつをこう貼れるようにしたい。こうでもさ、最初の位置に合わせた方がいいよね。これをここぐらいだね。基本こいつをちょっと上目につけた方がいい。今ちょっとね、貼る前にアルコールでお掃除してます。ちゃんとつくように。これね、粘着力なくなってきたら自分で両面テープ貼ればいいしね。多分そうそうなくなりはしないとは思うんだけど、なるべく上目つけて、手をこう、はい最高で、使うときはこのまま歯磨きにつけて、でまた返すと、こういうシステムでございます。しかも全然安定してる。お次はこいつ、はい、今の状況、これとこれを毎回使うときにこう切り替えなきゃいけない、こうっていうのをちょっと解決するために、これっていうか全部抜く必要ないな。これをここに貼る。そうで、ここからあ、ダウンだけで、今度こっちサイド、あ、いいじゃん。オールオンしてみる。オールオンは若干水圧が弱くなる。素晴らしいね。だからこうつなげてたらどっちからもいけるよって。そう、今夜はこのタムロンさんの 17-50mm のレンズを使ってね、夜のねちょっと夜間撮影をしようと思っております。はい、もちろんねこのレンズが得意な、領域ではないと思うんですけど、まあ、F4 同士のレンズなのでね、なんですけどあえてねちょっと撮ってみて、で S-Log3 でね一応撮って、 ISO はね 12,800 固定でね撮っていこうと思っております。チャタンはキラキラしてる。ふざけてるよね。皆さんは明日から出張らしいということで、これ私がねもう10年以上使ってるスーツケース、タイヤが完全にダメになってるんですけど、ゴムの部分はね全部外れてるけど、それでも全然回るらしく、これをね久米さんは使って毎回久米島に帰っております。今夜は煮干しちゃんにお掃除をしてもらってゆっくり休みたいと思います。でまた次の動画でお会いしましょう。